はい、キラノです。今回は朝ランのとてつもない効果とそれを得るためのコツっていったテーマでお話をします。で、私これまでの人生ですね、朝ランには結構命を捧げてきたっていうレベルで、で現役時代洛南高校で陸上やってたんですけど、もうその時の朝なんかですね、もう起きて2秒後にはグラウンドぐらいの勢いでめちゃくちゃ朝練頑張ってたと。で現在は普通に市民ランナーとして走ってるんですけど、市民ランナーになってからもですね、結構朝練っていうのは私の中ではかなりウエイト重く置いておりまして、もう朝を制するランナーはレースをも制すって本気で思ってるんですね。で市民ランナーの方、他の方でも朝ランしたいと思いつつも仕事で忙しいしなとか、朝は寒いしとか眠いしとか、まあ、結構こういった理由で朝ランが定着しないというか、いまいちそこに踏み切れない方も多いと思います。でも安心してください。今回のこの動画で私が朝ランのとてつもない効果とそれを得るためのちょっとしたコツをお話しするので、これ見た方は多分明日から朝ランしたくなると思いますし、明日から朝ランが定着すると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、私は毎週ランニングに関して楽しく分かりやすく、そして爽快にお話をしておりますので、ランナーの方は迷わずチャンネル登録しておいてください。それでは早速いきましょう。では早速朝ランのとてつもない効果とコツというところでお話ししていこうと思うんですが、今回3つ紹介するんですけど、3つのうちの最初の2つはどちらかというとこうランナーっていう方ももちろんなんですけど、もうちょっとこう裾野が広くですね、これからランニングを始めようかなと思っている方とか、まあちょっと運動しようかなぐらいの方にも当てはまることが最初の2つ出てきます。でそのうちの1個目なんですけど、体を絞りやすいっていうことですね。でこれっていうのは要するに朝に運動すると代謝が上がりやすいっていったところがその根拠となっておりまして、そして何より素晴らしいのが、朝にその代謝が上がったのって1日持つんですね。だから朝に運動したらもう1日ある程度好きなもんが食べられると。まあもちろんですね、かといって朝マック行って昼マック行って夜マック行ってみたいな、そんななんかドナルドマクドナルドの化身みたいな生活してたらそれは当然ダメなんですけど、ただまあ普通に食事をして、で普通に過ごす分には朝ランをしてから過ごしたらだいぶ太りにくい体質にはなると思います。で体を絞りやすいっていう効果はあるっていうことなんですが、さらにですね、その効果を上げるためのコツっていうのをお伝えすると、朝ランで走り出す前に動的ストレッチを入れるっていうことなんですね。動的ストレッチってこれパッと聞いてわからないって方もいると思うんですが、要するに動きながらストレッチをするということで、例えばストレッチって聞いたら皆さん座ってストレッチをするとか想像する方もいると思うんですけど、ああいうのっていうのは静的ストレッチと言いまして、ゆっくりした状態からストレッチをすると、じゃなくて走りながら肩を回したりだとかジャンプしたりだとか、あるいは立ってリズムつけながら運動したり、だから最たる例でいくとラジオ体操とか結構動的ストレッチの代表的な例なんですが、まあそういったものを入れてから走るっていう。で動的ストレッチをすると脂肪が分解されるんですね。でこの脂肪の分解っていうのがミソで、皆さん体を絞ろうと思ったらまず脂肪を燃やすっていう風に多分意識がいくと思うんですけど、なんか脂肪を燃やす前にですね、実は脂肪っていうのは分解しないと燃えないんですよ。イメージですね、なんか脂肪をカレーを作る時の具材の人参に例えたとしたら、なんかカレー作る時人参ってそのままの状態でボコッと鍋に入れないですよね。多分その一回刻んで切ってから鍋に入れると思うんですけど、まあ、脂肪でいうところのその切るっていうのがその分解するっていう作業です。でそれを鍋に入れて煮込んでるのがまあ燃焼するみたいな、そんな感じのイメージなんですが、まず分解しないといけない。で動的ストレッチをすることによって脂肪がまずしっかり分解されるので、でその上で走ることによって燃焼されて、いつもよりも体が絞りやすくなるということですね。だから朝ランすると、まあ、代謝も上がりやすいんですが、それプラス動的ストレッチをやってから朝ランすることで脂肪も燃焼しやすいっていう、まあそういったお話でした。では2つ目のとてつもない効果なんですが、これが頭の回転が良くなるっていうところで、朝に運動すると交感神経っていう神経が優位になって、まあ要するにですね、ものすごくシャキッとすると、パッて目が覚めて一日頭が冴えた状態になるということですね。でまた走ってるとドーパミンが出るっていうこともあって、でそれも合わさってですね、交感神経バキバキで頭シャキッとして、プラスドーパミンで結構ポジティブな考え方になれるので、朝一に会議があるサラリーマンの方とかだったらバリバリの状態で朝一から会議に参加できるんですね、朝ランをすることによって。だからこれって、まあ、仕事してる市民ランナーの方とか、あるいはまあ授業のある学生さんとかにとってはもう結構最高の効果でして、やっぱりその一日が充実するための一つの大きな材料になるっていうのがこの朝ランの効果です。まあ、ここに関してはまあコツとかっていう話じゃないんですけど、ちょっと体験談をお話しようと思うんですが、私現在もこう YouTube してるんですけど、 YouTube 結構仕事しながらやったりしてるので、まあある程度片手間でこれ作ってるんですね。でそうなると YouTube の企画だったりとか何を話そうかなとか考えるのにあんま時間がないんですけど、私そういう時って朝ラン中に YouTube の企画考えてるんですね。でそうすると結構なんか前
向きな気持ちで企画もボンボン出てくるし、かつ交感神経がすごい働いてて頭の回転も速くなってるので、結構頭の中にある引き出しとかがボンボン引き出せていい企画が出来上がることが多いので、まあ、そういった意味でも朝ランっていうのは素晴らしい効果がありますということですね。で最後3つ目の素晴らしい効果なんですが、これが練習効果の上乗せっていう効果があります。で朝ランっていうのはそもそもエネルギーが枯渇してる状態からのスタートっていうようなそういう側面がありまして、まあ、どういうことかっていうと、寝てる間に前日の夜食べたもの全部もう消化しちゃっててエネルギーとしても使っちゃってるんですね、体の回復に。でこの状態を再現できるのってもう結構朝ランの時ぐらいしかなくて、結構レアなんですね。これどういう状態かっていうと、なんかマラソンの後半の状態みたいな、だからエネルギーがもうほとんどカスカスの状態に近い状態を再現できるのが朝ランなんですよ。さらに分かりやすく言うと、なんか10キロ走ってからもう一回練習するのと同じぐらいの効果があるっていうところで、まあこれ分かりやすくイメージすると、なんか好きな女の子となんかすでに1日デートが終わってめっちゃいい雰囲気になってるところからのもう一回デートできるみたいな、まあそんな感じのイメージで、もうすでにすごくいい状態になってるのにそっからデートしたらものすごくいい雰囲気になりますよね。まあそんなような感じで結構効果の上乗せっていうのが期待できますというところです。じゃあどうやってこの状態をさらに作っていくのかってことなんですが、まあこれは朝起きたら勝手にそういう状態できるので、注意すべき点としては、朝ごはんを食べる前に走るっていうことですね。朝からすごくきつい練習、まあすごく距離走るとか、結構スピード練習入れるとか、そういう場合は軽くゼリーを飲むぐらいにしといた方がいいとは思うんですけど、基本は朝は食べないで走るっていう。で私も基本的に朝は食べないですし、まあ食べたとして本当にゼリーをちょっと飲むぐらい、もう本当にそれぐらいしかしないですっていうのが、朝にそういう何か補給をしすぎてしまうと、なんかそっちのエネルギーで走ることになるので、せっかく枯渇した状態で走れたのに普通に通常通りの状態に戻っちゃうっていうところで、ちょっともったいないですよっていうところ。ただ一つ注意点があって、水は飲もうというところで、朝起きた時って脱水状態に近い状態になっているので、水は必ず飲みましょうというところです。だから、常温の水を枕元とかにこうペットボトルで置いといて、まあ、それをまあ口に含んで飲む、コップ1杯分ぐらい飲んだらいいんですけど、まあ、それはした方がいいです。もし時間に余裕があるんだったらお湯を沸かしてお茶湯を飲むっていうのも結構おすすめです。まあどちらか何かしら飲んだ方がいいということです。ちなみにここからの話でちょっと派生していくと、あのランメニュー、まあ実際何をするのかっていうことなんですが、朝は基本的にジョグでいいと思います。スロージョグでいいと思います。そんなに速くなくていいです。あの1キロあたりのペース、走力によるんですけど、もう6分とか、それぐらい超えててもいいと思います。で私も全然5分とかで楽に走れるぐらいではあるんですけど、朝はやっぱり5分半とか6分とか、あの調子があんま良くない時は7分で走ることもあります。なので朝は基本的にゆっくりのジョグでリズムをしっかり作るっていうことをイメージして走るぐらいでいいと思います。ただこれも一つですね、コツがありまして、ジョグが終わった後に1本でもいいのでちょっと大きい動きで流しを入れとくってことですね。こういうのをストライディングっていう言い方もするんですけど、あのストライドをちょっと広く取って終わるっていう、だからレースで使う動きを最後にちょっと入れておいて、その練習の終わりのメニューがストライディングだったらその動きが記憶されるので、まあそのままレースにもスムーズに向かっていけると。でこれジョグしかしてなくてジョグだけで終わってしまうと、どうしても動きが小さくなってしまうので、最後にもう 50m ぐらいの距離でもいいので1本だけでもそういった流しをするっていうのは有効です。まあここまではね、素晴らしい効果についてお話をしてきたんですが、最後にちょっと注意すべき点だけ皆さんにお伝えして終わりたいなと思うんですが、注意すべき点のまず一つ目が、追い込みすぎは NG というところで、めちゃくちゃ朝練で追い込むっていうのはあんまり好ましくないですという話ですね。で特にいきなり追い込みすぎるっていうのがダメで、例えばジョグをしてある程度温まってから、こうさっき言ったように流しとか、あるいは短い距離でちょっと軽くインターバルするぐらいならいいと思うんですけど、朝練で家出てっていきなり 1000m インターバルするとか、もうそれぐらいのきつい練習をしちゃうと結構体への負担が大きすぎるので、あんまりやめといた方がいいですよっていう話と、あともう一つ注意点があって、夜型人間の方はあんまりやめといた方がいいですよっていうところで、これどういうことかというと、普段夜型で、例えば仕事の関係とかで寝るのが遅くなっちゃうっていう方がいると思うんですね。でそういう方っていうのは無理にやろうとすると、例えば夜中2時に寝て、朝6時に起きないといけないとか、まあ、そういう状況になりかねないんですね。で朝なんていうのは別に睡眠時間削ってまでやるもんでもないですので、そこは生活リズムに合わせてやめた方がいいです。変な話、あの夜寝るのが遅いのに朝頑張って起きてやるっていうのは非常に本末転倒で無意味です。どれぐらい意味がないかっていうと、あの破れた金魚すくいの縁で金魚すくおうとしてるぐらい意味のないことなので、ぜひ注意してください。まあ最後話をまとめると、まあ朝ランっていうのはもう基本的には生活の中のルーティーンの一つとして組み込むぐらいの意識が大事ですと。まあ別に朝ランでめちゃめちゃ強くなろうとしなくてもいいです。ただまあ朝ランの後に最後ちょっと大きい動きをやっておいたりとか、一部実践的な要素を入れておくことで、変な話朝ランだけでもそれなりの力がついていきますし、あの走るリズムっていうのはつけられるんじゃないでしょうかというところです。はい、今回も動画をお付き合いいただきましてありがとうございます。最後にここからは長距離マラソンが速くなりたいという方にお知らせです。大阪マラソン
ン日本人トップで、マラソン2時間13分41秒、そしてハーフ63分9秒という高額な記録を持った池上秀幸という人がいるんですけど、この方が書いた長距離マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう小冊子を今無料でプレゼントしています。で、このプレゼントの受け取り方なんですが、この動画の概要欄からウェルビーン株式会社にリンクしていただいて、でそこでメルマガを登録していただくと、このメルマガは無料になっております。そうしましたら自動返信メールですぐに冊子が届きますので、ぜひ皆さんそれを読んでいただいて、日々のランニングに活かしていただけたらと思います。私も今回この動画ね、いいなと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。